日田和の心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立。お願いします。こんばんは、日田和子と日田和孝です。今日はどんな話をしようと考えていたら、このお話してないんです。私4月9日にタイム和尚と渋谷でトーク&サイン会をやったんです。カンタが車をこすった話なんてしてる場合じゃなかったんです。タイム和尚、今年の1月にこれでは不幸まっしぐらという本を出版して、2月には思いを手放す言葉、そしたら3月には自分の壁という本が出るっていうんです。もうびっくりですよ。3ヶ月連続で新刊のリリースですよ。で、思いついたんです。いつも北川泰史さんの新刊が出ると、あの年間1000冊の本を読むと言われている本のソムリエ団長さんが主催するトーク&サイン会、渋谷駅前読書大学、通称渋読を私がプロデュースするのですが、それを今回はタイム和尚でやってみようじゃないかと思いついちゃったんです。ただどうですか、タイム和尚、渋谷でサイン会やってくれますかね。タイム和尚、今までに何冊も本を出してるんです。少なくとも私はタイム和尚がサイン会をしたとか出版記念トークショーしたというのは聞いたことがなかったんです。でもそんなのはオファーしてみなければ分かりませんよね。恐る恐る、せっかく3ヶ月連続で新刊が出るので、渋谷でトーク&サイン会やりませんかってお声掛けしたんです。そしたら、日田さんのお誘いであれば喜んでやりますって言ってくれたんです。ちょっとこれ嬉しいじゃないですかね。間違いなくタイム和尚初の出版記念トーク&サイン会なんですよ。そのプロデュースを務められるなんて光栄じゃないですか。それが4月9日だったんです。ただですよ、タイム和尚の人気すごいです。私のフェイスブックでタイム和尚のトーク&サイン会やりますって告した瞬間、あれ30分ぐらいだったと思うんですよ、あっという間に満席になったんです。プロデューサーとしては一人でも多くの方にタイム和尚を感じていただきたいので、急遽第2部もやっちゃいました。2ステージのトーク&サイン会をやってきたんです。来週はその模様を話しますね。お楽しみに。